私はパリコ。大手商社でバリバリに働く33歳です。仕事に追われて毎日がものすごく忙しいの。仕事大好き。仕事万歳。こんな私だけど、ちゃんとお付き合いしてる人もいるんです。それも結婚前提にね。私の彼はミノルっていうの。5年前に同窓会で再会した高校の同級生なんだけど、久しぶりに会って意気投合。すぐにお付き合いを始めたの。そして半年前にめでたく婚約もしたんです。ミノルも会社では頼られてるみたいで結構忙しいのよ。なんでも後輩に頼られるからこそやりがいがあるんだそうで、それで頻繁にデートできる時間も少なくなって、だったらいっそのこと同棲しちゃおうってことになったの。もちろんいずれは結婚するつもり。それで今日は2人で暮らす部屋を見に行く約束をしたんです。待ち合わせに選んだのは気になるマンションがある最寄り駅の前、午前10時の待ち合わせなんです。早めに到着した私は行き交う人を見ながらミノルが来るのを待っていたんだけど、遅いわね。時計を見ると約束の時間をちょっとオーバー。ミノルは最近ちょっと時間にルーズになった気がするんです。でもまあ毎晩遅くまで残業してるから多めに見てあげようかななんて思っていたんですが、20分経っても30分経っても来る気配がない。それで私電話したんですよ。かなり呼び出し音が鳴って、ようやくミノルの声が聞こえてきました。もしもし。ミノル、待ち合わせの時間過ぎてるんだけど。うわやらかした。寝起きみたいね。今から来られそう？煮え切らない返事ね。昨夜も残業だったの？午前3時くらいに帰ってきた。そうなの？じゃあ今日はもう休んで、物件を見るのはまたにしましょう。パニコ、ごめん。仕方ないわよ、忙しいんだから。あ、今から行ってご飯作ってあげようか。パニコも疲れてるんだろ。俺は大丈夫だから、パニコもゆっくりしな。そう？じゃあ私もせっかくの休みだからのんびりするね。せっかく会えると思ったのに。仕事が忙しくて大変そうだから、ミノルを休ませてあげることにした私。ただね、この私の優しさをミノルは何度も踏みにじることになるわけよ。それからしばらくしたある日のこと。婚約したことを両家にちゃんと報告しないとねってことで、またまや休みを合わせて挨拶に行くことにしたんです。挨拶といっても、すでにお互いの家には何度か行ったことがあります。同級生なので親たちも顔見知りなんですよね。だから両家で食事会をすることに。近場で人気のレストランを予約して現地集合にしました。食事会が終わってから物件探しもしようって約束もしてね。それなのに待ち合わせ時間になってもまたミノルは来ないの。すでに約束の時間から30分が経過。ごめんなさい、今すぐに連絡しますから。私がそう言うとミノルの両親が申し訳なさそうに言ったんです。申し訳ないね、パニコちゃん。本当だらしない息子で恥ずかしいわ。私から連絡しましょうか。こういう場に遅れてくるなんて。たく、何してんのかしら。パニオさん、パニカーさん、ごめんなさい。いえ、私が電話してくるのでお茶でも飲んでゆっくりしててください。こういう時、顔見知りの両親たちでよかったって思うんです。私は急いで廊下に出てミノルに電話をしました。呼び出し音が何回か鳴った後、もしもし。もしもし、もしかして寝てた？パニコ、ごめん。ねえ、普通のデートの日じゃなくて今日は両家での食事会なのよ。疲れてるのはわかるけど今日は大事な日じゃない。こんな日に寝坊するってどうなのかしら。ごめん。
私だってそこそこ忙しいけど、これからの二人のことだし、なんとか頑張って休みを取ったの。せっかく休み合わせても、ミノルは遅刻ばっかりだし、もしかして私と結婚したくないの？苛立って私はミノルにそんなことを言ったんです。するとミノルは後悔してきました。そんなわけないだろう。俺だってパニコと結婚するのは楽しみなんだよ。仕事が忙しすぎるんだ。まあ今更責めてもどうしようもないわよね。それで今から来られそうなの？それはその、もう分かったわよ。来られないってことよね。こっちはこっちで楽しくやるわよ。なんとか怒りを鎮めながら、私は両親たちが待つ部屋へ戻り事情説明。みんなかなり呆れてましたよ。そりゃそうよね。私は両親に謝りました。もちろんミノルの両親も頭を下げることになったわけ。でもね、仕事が忙しいのは仕方ないってことで、次回また日を改めて食事会をすることになったんです。実はその時、忙しいのなら先に婚姻届だけでも出してしまうのはどうかって話になってね。私はミノルと相談しておくってことにしておいたんです。でもね、なんか引っかかるのよね。仕事ができて責任あるポストを任される人が待ち合わせ時間を守れないなんてことありますか？それも何回もですよ。そもそもなんでこんなに毎回遅れる？遅れる理由は本当に仕事？もし仕事じゃなかったら？ご存知の通り、私の勘は当たるんです。それも当たってほしくない時ほどね。いても立ってもいられなくなった私は、ちょっと用事を済ませてその日ミノルのアパートに突撃したんです。タイミングよくちょうどミノルも帰ってきたところのようで。いや、パニ。なーに？なにそんなに驚いてんの？いや、別に。今帰ってきたの？その、今日は本当にごめん。それよりどうしたんだよ？今日ね、お互い忙しいなら先に入籍だけでも済ませることも考えてみたらって話になってね。ミノルはどう思う？ああ、いいんじゃない？本当にそう思う？もちろん。じゃあさ、早速休みを合わせて入籍に行こうよ。また寝坊して遅刻するんじゃない？しないって。さすがに入籍の日にはしないって。本当？本当。本当に本当？しつこいな。本当に本当。しつこくもなるでしょ。二度あることは三度あるって。三度目の正直って言うんだよ。とにかく次の休みには入籍するぞ。それから親との食事会をやり直して物件探しだな。これだけ自分から言ってるんです。さすがに次は寝坊しないかなってちょっと期待しました。それから数日後、休みを合わせることができた私たちは予定通り入籍をすることにしてね。最寄りの役所前で午前10時に待ち合わせしたんです。今日は来るわよね。私は期待と不安が半々。いやー、不安の方が大きかったかな。だって何度も約束を破られたんだもの。そして役所前でひたすら待ってみるも、思った通りの展開になってきましたよ。10分経過してもミノルは来ない。さらに20分経過しても来る気配すらない。こうなると広い心もあっという間に狭くなるもんです。私はイライラしながらミノルに電話しました。もしもし。ちょっと、いい加減にしなさいよ。パニコ。ゲって何よ。悪い、寝坊した。思った通りね。いつもの通り寝坊したってわけね。ごめんって。とりあえず婚姻届の提出は延期で。はぁ、ちょっと。とにかくこの埋め合わせは必ずする。ちょっとみな、切りやがった。もう怒ったもんね。こんな男願い下げよう。結婚なんか絶対しないんだから。私は何をしても許してくれるって甘く考えてるんだと思うの。5年も付き合ってたのに私の真の恐ろしさを知らんとは。私をないがしろにした罪は重いわよ。時間をかけてでも
思いっきり後悔させてやるわ。いしし。実は私、待ち合わせ時間に遅れてくるようになったミノルをこっそり調べていたの。それでまあ、いろいろ分かったことがあるのよね。さあ、あとはミノルがどう出てくるかってことよ。ところが、ここからミノルが音信不通になっちゃったの。電話も LINE もメールも繋がらないし、アパートに行ってもいつも不在。おまけに義両親も連絡がつかなくってね。会社には行ってるみたいだけど、会社に電話しても取り次いでもらえない。もちろん話し合うために私が何度も手紙を出したり電話をしたりしてみたけど全然ダメ。それから半年近くが過ぎました。もちろんその間ミノルと会うことはなかったの。まあでもね、いつまでも逃げてばかりもいられないわよミノル。私の復讐は時間をかけてでもやるつもりだったから。すると半年が過ぎて、ようやくミノルから電話が来たんです。もしもし。ほら。誰？は？おいおい、婚約者を捕まえて誰ってことはないだろう。婚約者？どなた？俺だよ俺、ミノル。ああ、ミノル？そういやそんなやつもいたわね。ずいぶんと、まあお久しぶりね。ごめんごめん、仕事が忙しくってさ。仕事がね。なんだよ、仕方ないだろ。それにあのパニコには寂しい思いさせちゃって悪かったよ。それでさ、今日俺休みが取れたんだ。だから今から婚姻届を提出しよう。は？何言ってんの？はって聞こえなかった？今から婚姻届を提出しようって言ったんだよ。待たせて悪かったな。婚姻届？今旦那と提出したけど。は？どういうことだよ。どういうことってそういうことよ。そうなんです、私ちょうど役所で婚姻届を出したところなの。お前、俺という婚約者がいながら他の男と結婚したってことか？私たち最後に会ってから半年も経ってるのよ。しかもあなたは音信不通、親ですら連絡がつかない。家に行ってもいつもいない。でも会社には行ってる。どう考えてもおかしいわよね。まずはそこんとこ分かってる？だからそれは仕事が。仕事？私が何も知らないとでも思ってるの？な、調べさせてもらったのよ、いろいろとね。婚約破棄するって LINE で何回か送ったけど、ずっと未読スルーだったわね。ああ、もしかして私からの連絡が来ると不都合があるからブロックしてた？その自宅にも婚約破棄のお手紙何度も送ったけど、もしかしてそれもバレたらまずい相手がいるから読まずに慌ててポイしてた？どうやら図星みたいね。それよりお前、誰と結婚を？夫は譲るっていうの。もしかしてそう、あんたの上司よ。なんでだよ。あまりにもあんたが仕事が忙しくて大事な時でも寝坊ばっかりするから、あれこれ調べさせてもらったのよ。その時に偶然知り合ってね。それよりも電話もらってよかったわ。お母さんたちにもいろいろ調べたこと教えてあげてあるんだけどさ、あんたに会いたがってたわよ。それにしたってなんでゆずるさんと結婚なんだよ。俺と結婚するって言ってたじゃないか。お前勝手に婚約破棄するなら慰謝料請求するからな。それにゆずるさんと結婚するならそれは浮気してたってことだろ。それもプラスアルファするからな、高額慰謝料だぞ。あ、ゆずるさんにも慰謝料請求だな。それでもいいのか？お言葉ですけど、慰謝料請求は私があんたにするのよ。は？あんた他にも女がいたわよね。同じ会社の後輩で、あかりちゃんだっけ？なんでだから全部調べばついてるの。寝坊してばっかだったけど、あれってあかりちゃんの家にいたからよね。仕事忙しくてうっかり寝坊じゃなくて、あかりちゃんと遊びほうけてて浮気寝坊よね。なそれで今また私にすがってるのは
あかりちゃんに振られたからでしょ。どうしてそれを。だって私があかりちゃんに教えてあげたんだもの。かわいそうにあかりちゃん、あんたと私が婚約してたことすら知らなかったみたいだからね。というわけで、あかりちゃんも被害者だから私とタッグを組むことにしたの。あわよくば若いあかりちゃんと結婚して私を捨てる気だったんだろうけど、計画通りにいかなくて残念だったわね。さて、一体どれだけの慰謝料になるかしら。私の5年もの時間を費やしたし、あかりちゃんにも結婚をほのめかしていたらしいからね。そうそう、それに私と婚約中の浮気だからね、がっつり制裁させてもらうから覚悟しや。こうしてミノルは私にいいねで慰謝料を払ったんです。さっさと縁を切りたかったから、何が何でも一括で払ってと言ったところ、どうやら闇金から借金したらしくてね。あかりにブランド品を貢いでいたり、ギャンブルにはまっていたことも判明。もちろんあかりにも結婚すると約束していたらしいから、あかりからも慰謝料を請求されたわ。結果、借金という名の海へダイビング。ちなみに今回のことが会社にバレて、会社はクビ。今じゃ朝から晩までバイトを掛け持ちして休む間もなく働いているんだって。ま、自業自得でしょ。私は不運の中で出会ったゆずると結婚して最高に幸せな日々を過ごしているの。パニコ、これこれ、世界プリン博覧会っていうのが来るよ。俺は休みを取れるけど、パニコは取れそう？なんとかしたい。俺はパニコに合わせるから、パニコが休み取れる日に一緒に行こう。うん、もちろん時間にルーズなわけでもなく、私に合わせて休みを取ってくれる素敵なゆずる、何よりも私のことを一番に考えてくれる最高の旦那様なんです。これからも二人で幸せいっぱいな日々を過ごしていくつもりですよ。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。